おや、目が覚めたかい？多少の混乱状態にあるようだね。意識を取り戻したばかりなんだ。あまり無理をしない方がいい。ほーら、椅子に座って。リラックスすべきだ。さて、自分がなぜここにいるかは思い出せるかな？ちなみに、気を失った君をここまで運搬したのは私だよ。ゆえに君が思い出すべきは、なぜ、いかにして気を失ったかだ。慌ててどうしたのかな。君の愛する教室が黒焦げになったわけでもあるまいに。はい、黒焦げにはなりませんでしたとも。よし、平和平和。では私はこれで。にちょストップ！全然平和じゃありませんよ。確かに黒焦げにはなりませんでしたが、その前段階くらいにはたどり着いていましたよ。教室のほんの一角で少しばかり煙が立っただけだろう。学級委員長ほどの人物が目くじらを立てるようなことかな。そう言われてしまうと、教室全体をもうもうと黒煙が覆った程度、寛大な心で許すべき。寛大さは美徳だよ、委員長くん。それでは今度こそ私はこれで。いえ、何を言われてもとりあえず捕まえてこいと、そういえば先生から8回ほど言いつけられていました。というわけで逃がしませんよ、タキオンさん。さすがにごまかされないか。待て待て、爆心爆心。事の経緯までどうにか思い出せたようだね。奇妙なことを尋ねるね、君は。そんなもの、研究の一環以外にどんな回答が存在するんだ。君、考え事に没頭すると他に意識が向かなくなるタイプかい？いや、私もそこに関しては同類だ。気持ちはわからなくもないがね。とはいえ、親切心から忠告しておくけれど、自分の状態ぐらいは常に気を配ることをおすすめするよ。健康で元気な成人男性という被験体を求めてやまない研究者と、いつどこで巡り合ってしまうかわからないだろう。もっとも私にとっては幸運が両足で歩いてやってきたというほかないがね。たまには神様とやらにも感謝しておくとしよう。何しろ私の噂はすっかり学園中に知れ渡ってしまったようでね。今となっては被験体を頼むどころか、目が合うたび逃げられる始末だ。だというのに、まさか目の前に噂を知らぬ新人が現れるとは、なんたる幸運。というわけでモルモット君、間違えた、新人トレーナー君。大の大人がさまつなことを気にするな。それよりもこれから一本、いや健康だしもっといけるな、3本ほど薬を飲み干してもらうぞ。それは飲んでからのお楽しみというやつだよ。ああ大丈夫。最悪の結果になったとしても、せいぜい数時間、両足の皮膚が黄緑色に発光するぐらいだ。可愛い副作用だろ。そんなことよりも重要なのは、
この薬によって観測されるであろう人間の大腿四頭筋の収縮データだ。ウマ娘と人間の身体構造がほぼ同一であることはよく知られた事実だが、その両方のデータを比較することによって新たな。タキオンさん、またそんなことやってるんですか？おや、カフェじゃないか。どうしたんだい？もしや実験に協力を？しません。先生が呼んでいるので伝えに来ただけです。次の選抜レース参加について話があるそうですよ。早く言ってください。ほら、すぐに。おっとっと、わかったわかった、そう睨むなよ。しょうがない、実験はまた次の機会にしよう。新人トレーナーくん、また会おう。はあ、縄ほどきますね。